確実に生き残れる保証は残念ながらありませんな。俺たちが気にすべきなのは猫の安否でなく新選組の平穏だ。騒ぎを起こした猫を飼うというのは無理がある。外に放すほかあるまい。哀れに思う気持ちは俺もわからないではないが、どうにもならんことだ。猫は俺が捨ててこよう。あんたは部屋に戻っていろ。豚所に猫など不要だ。だからあんたは飼えない。頼むから出て行ってくれ。そう懐かれても俺が困る。おそらく豚所での生活はあんたが思うより厳しい。新選組の連中は俺を含め猫を可愛がる優しさなど持ち合わせていない。
誤解のないよう断っておくが、俺に猫を飼うつもりはない。今も豚所に戻ってきた猫を追い払っていたところだ。いや、誤解だ。全然そんなことはない。別に嫌いなわけではないが、好きというわけでもない。まあ一般に愛玩動物として飼うものが多い理由は理解できる。まあな。ああ、騒ぎを起こされる前に再び捨ててくるしかあるまい。それも一理あるが、ならばどうしろというのだ。この件は他言無用だ。あんたの意見を採用する。